三浦実夏は日本のフリーアナウンサー。山梨県富士吉田市出身。山梨県立吉田高等学校、早稲田大学小学部を卒業後、2011年4月に山梨放送に入社。2020年1月に自身のツイッターで妊娠したことを報告し、それに合わせ同年3月末で山梨放送を退社することを報告。 退社後の同年5月3日に第一子となる女児を出産した。以後の同行については育児に専念を将来的に再びアナウンスの仕事に携わる意思を明かしていた。フリー転校かつ出産後初仕事として2020年10月4日放送開始予定の牧田係長にレギュラー出演予定。牧田スポーツとともに山梨を PR する番組に挑戦する。 特技はバスケットボール。吉田高校在学時にはバスケットボール部に所属し国民体育大会にも出場したことがある。国体出場時には女子バスケットボール兼代表選手団のキャプテンを務めた。テレビ、山梨アナウンサーの山崎薫ことは朝日放送テレビ制作の朝だ。生です旅サラダの夏の女子アナ企画で共演した頃から進行がある。テレビラジオ。 ありがとうございます。